ペドロ・パブロ・クチンスキー・ゴダールはペルーの政治家、エコノミスト。氏名の頭文字から p p k とも呼ばれる。2016年7月28日にペルー共和国大統領に就任した。2005年8月16日から2006年7月27日まではペルーの首相を務めた。日本語の報道などでは、聖のカチンスキーはクチンスキーともクチンスキーとも表記される。 ブラジル建設を手、オデブレヒトからの収賄疑惑により、2018年3月21日に、辞任を表明した。1938年、ペルーの首都リマで、ユダヤ系の父マックス・クチンスキとフランス系の母、マドレーヌ・ゴダールとの間に誕生する。英国ランカシャーで教育を受け、オックスフォード大学エクセター・カレッジを1960年に、卒業後、 1961年に、米国プリンストン大学にて修士号を得る。同年より、世界銀行のエコノミストとして活動する。1967年に、ペルーに帰国し、フェルナンド・ベラウンデ大統領の政権において、中央銀行に勤務する。1968年に、フアン・ベラスコ・アルバラードによるクーデターにより、ベラウンデ大統領が追放された後、クチンスキは米国に移る。 1975年には、ワシントン DC にある、国際金融公社のチーフエコノミストとなる。1980年、ベラウンデが再び大統領に選出されると、クチンスキーはペルーに帰国し、1982年まで、エネルギー、工業大臣を務めた。2001年から2006年までのアレハンドロ・トレド、大統領の任期中は、経済、財務大臣及び首相を務めた。 2011年のペルー大統領選挙に出馬したが、4月10日の初回投票で、オジャンタウマラとケイコフジモリの2名に次ぐ第3位となり落選した。2014年に自ら結成した変革のためのペルー国民党の党首となり、2015年に再び大統領選への出馬表明をする。2016年の大統領選挙では4月10日の初回投票で、 慶子藤森に次ぐ2位の得票であり、6月5日の決選投票では50.12%対49.87%という僅差で逆転勝利した。ただし、4月10日の初回投票と同時に実施された国会選挙では慶子藤森率いる党、フエルサポプラルが単独過半数の議席を獲得している。2016年7月28日、 クチンスキはペルー共和国第95代大統領に就任した。リマで行われた就任式での演説では経済の活性化や治安の改善に力を注ぐと宣言した。日本からは特派大使として二階都市広が衆議院議員の福井寺氏と武田良太を伴いペルーを訪問した。クチンスキ政権における新たな首相には クチンスキが首相だった時期に経済財務大臣を務めたフェルナンド・サバラが就任した。やがて中南米最大の建設会社オデブレヒトに中南米各国での汚職疑惑が持ち上がる。クチンスキはオデブレヒトとの関係を否定していたが2017年12月にクチンスキが経済財務大臣を及び首相を務めていた時期に78万2千ドルをオデブレヒトから コンサルタント料の名目で受け取っていたことが明るみに出たため、議会内の複数の会派が12月15日に、クチンスキの非免決議案を提出。12月21日、クチンスキによる弁明の機会が設けられた後に非免決議案の採決が行われ、非免には3分の2に当たる87票が必要だったが、賛成は79票にとどまり一旦は失職を免れた。 この秘訣の際、慶子藤森の弟で野党のフエルサポプラルの議員である、ケンジ藤森らが造反し、危険に回っていたが、野党側はこれは買収によるものだとし、公共事業契約について政府職員とケンジ議員が交渉している場面を捉えたとみられる動画を公表した。2018年3月には2回目の非免決議案が提出され、採決前日の21日、 自身の疑惑については否定しつつも国にとって最良のこととして辞任を表明した。公認にはペルー憲法に基づきマルティン・ビスカラダインチ副大統領が昇格した。2021年7月までのクチンスキの残りの任期を務める。2019年4月10日、クチンスキは公共工事に絡む汚職に関わった疑いが強まったとして予備拘束された。 父マクシム・ファンス・クチンスキは、ポーランドのポズナン近郊生まれの医師で、ナチスドイツの迫害を逃れ、ペルーに移住しており、後に、国立サンマルコス大学の教授となった。母、カロリーナ・マドレーヌ・ゴダールは教師であり、フランス・スイスの映画監督、ジャン・リュック・ゴダールのおばにあたる。クチンスキは二度結婚している。最初の妻ジェーン・ダドレー・ケイシーは、米国マサチューセッツ州出身の会員議員。 ジョセフ・エドワード・ケイシーの娘であり、クチンスキとは離婚している。5歳のナンシー・アン・ラングは、女優のジェシカ・ラングと登園の関係。最初の妻・ジェーンとの間の娘アレックス・クチンスキは、ニューヨーク・タイムズの記者である。ありがとうございます。